ステアースカウトは、オーストリア、ステアー社の狙撃銃、スカウトライフルという概念に基づいて設計されている。そもそも、スカウトライフルとは、アメリカのジェフ・クーパーにより提唱された概念で、全長 1000mm 以下、重量 3.5kg 以下、重厚近くにオフセットされた、低倍率スコープなどを特徴とする。もともとこのタイプの銃は、民間ガンスミスらの手によって、 たびたび生産されてきたが、ステアー社がこれに目をつけ、同社製オーガストで培った合成樹脂の加工技術を応用し、大量生産品として仕上げたものである。銃全体は軽量化のためポリマーフレームで製作され、フォアエンドは展開すれば2脚にもなる。チークピースは可変式。DSR-1 と同じく予備の断層を銃本体にしまっておくことができる。 純正モデルは、スコープ破損などに備えて、予備用の可動式、ゴーストリングサイトが装備されている。ボルトは、ニッケル加工が施され、機関部の信頼性が高い。命中精度の高さから、競技用、狩猟用などに幅広く使われている。もともと軍事用途を想定していなかった本銃だが、狙撃銃として、ステアータクティカルエリートなるモデルが存在する。最大の特徴である。 フォワードマウントされたスコープはオミットされ、ピカティニーレールを備えるとともに、スコープが通常位置まで交代している。また、いずれのモデルも、223レム243ウィン 7mm から08レム308ウィン376クターの弾薬を使い分けることができる。ありがとうございます。